聖書を拝読します。第一ヨハネ4章16節です。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。アーメン。映像で用意されたインマヌエル聖歌台の賛美と西オーケストラの演奏の後、道会場先生のメッセージ愛を聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、GCN の視聴者の皆さん、今日は聖霊降臨主日ペンテコステです。使徒1の4から5で、よみがえられた主イエス様は弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと言われました。そこで弟子たちと主を信じる人々は、エルサレムの町のある家の屋上に集まって毎日祈りに専念していました。そうしているうちに、五旬節の日、ついに突然天から激しい風が吹いてくるような響きと、炎のような分かれた舌が現れるように望まれた聖霊の満たしを体験しました。このように主が約束された聖霊が望まれたことを記念する主日がペンテコステです。イースターのあと7番目の主日に当たるのです。この時間メッセージを聞いて、この地上に聖霊を使わされた父なる神様の愛を心の奥深く感じ、いつも皆さんの心の中で働かれる聖霊に助けられて、速やかに全く聖なるものとされますよう、主の御名によって祈ります。愛する生徒の皆さん、使徒2の38に、そこでペテロは彼らに言われた、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうとあります。ここで悔い改めなさいというのは、神様を信じる前を犯した多くの罪を全部悔い改めなさいという意味ではありません。創造主の神様を信じなかったこと、救い主イエス様を信じなかったことを悔い改めればいいのです。神様はどうしてこのようにイエス・キリストを信じて罪が許されたすべての人に聖霊を賜物としてくださるのでしょうか。第一は神様の愛のゆえです。つまりイエス・キリストを心に受け入れた神の子供たちを愛しておられるので、聖霊を賜物としてくださるということです。父なる神様が人間合作を始められた目的は何でしょうか。神様を真実に愛し、神様に愛される誠の子供を得ることです。アダムが不従順の罪を犯して善悪の知識の木の実を食べたことで、失ってしまった神の形を取り戻していくことが信仰生活なのです。どころがこのような御心と違って、人の子らはその心に神様を置くことを嫌って、ローマ1の21にあるように、神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったのです。またその心の欲に従って罪を犯し、悪を行いながら神様から遠く離れました。その上、創造主より人の手で作った被造物である偶像を拝んで使えることまでしました。神様はこのような人の子らを探り、そのあらゆる心と行いをご存知でしたが、人間工作を中断することもせず、罪の中で滅びるように見捨てることもなさいませんでした。もし神様が忍耐できなくて人間工作をやめたり、敵である悪魔サタンの奴隷になるように放っておかれたりしたなら、人類はほとんどが地獄の火に落ちて永遠に途方もない苦しみを受けなければならなかったでしょう。
これを誰よりもよくご存知の神様は、時が満ちると罪人を救うために驚くべき摂理を施されました。それは神の一人子イエス様をこの地上に遣わし、罪人のためのなだめの供え物として木にかけられて、たっと一を全部注ぎ出して死ぬようにされることです。神様は罪人たちのためにこのように驚くべき愛を施してくださったのです。これについてローマ5の8には、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますとあります。つまり神様は私たちをどれくらい愛してくださったのかを明らかにしておられるのです。どうやってですか？一人子イエス様を神様と私たちとの間のなだめの供え物としてくださることで、その愛を証明してくださったのです。その結果、イエス様が救い主であることとよみがえられたことを心に信じる人々は、すべての罪が許されて神の子供とされる特権を得るようになりました。ところで第一ペテロ5の8には、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますとあります。敵である悪魔が吠えたける獅子のように歩き回っている、何を探し求めながらですか？罪を犯している人、御言葉に従わないで真理に逆らって罪を犯している人、闇の中で生きている人を探し求めて食い尽くそうと歩き回っているのです。敵である悪魔サタンは、主を信じている人々も何としてでも死へ引っ張っていこうと食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っているのです。神の子供たちがイエス・キリストを信じて罪が許されるとしても、まだ心の中に罪の属性は残っています。つまり肉の欲、目の欲、暮らし向けの自慢のような罪の性質が心にあるのです。皆さん、イエス様を救い主として受け入れたら、憎しみが完全になくなりましたか？憤り、妬み、嫉みなどが、悪がなくなりましたか？その性質は残っているのです。敵である悪魔サタンもこのことをよく知っているので、この世の享楽と物質と名誉などで神の子供たちを誘惑し、その心の中にある罪の性質を引き起こさせ、罪を犯すようにしていきます。たとえ神の子供とされたとしても、このように繰り返し罪を犯して悔い改めないなら、結局再び死に至るしかありません。ところが、このような敵である悪魔サタンの計り事を神様はすでに全部ご存知で、またそれに備えておかれたのです。ヨエル 2-28 で、その後私は私の霊をすべての人に注ぐ、すべての人に注ぐ、あなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見ると預言されている通り、神様は主を信じる神の子供たちに聖霊をくださることをすでに計画しておかれました。神の子供とされたとしても、敵である悪魔サタンが権威になっているこの世で生きていかなければならないのに、愛なる神様がイエス様の血の代価で得た子供たちを無防備のまま放っておかれるはずがないのです。もし聖霊を賜物としてくださらなかったなら、私たちの力でどうやって罪を捨てることができるでしょうか？罪を捨てられないから、犯し続けて地獄に行くしかないのです。だから聖霊を使わせてくださって、私たちが罪を犯さないで罪と戦って勝つようにしてくださるのです。イエス様を救い主として信じるようにして、私たちを天国に導いてくださるために聖霊を使わせてくださったのです。ヨハネ 14-16 でイエス様も、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにですと言われました。聖霊は三位一体の神様のお一人として、神様と心と思いと力が一つである御子の御霊なので、神の子供たちが聖霊を受ければ神様と共にいるのと同じになります。
それでイエス様の弟子たちも聖霊を受ける前は迫害と苦難を恐れて逃げるような弱い姿でしたが、聖霊を受けた後はどう変わったでしょうか。使徒の働き4章を読むと、殺意に燃えている大祭司と民の指導者長老たちの前でもイエス・キリストの他には救われるべき名としてはどのような名もないことをためらうことなく大胆に伝えたことがわかります。彼らの気を損ねるなら牢に入れられたり殺されたりするかもしれないのに、大胆にイエス・キリストの他には救いがないと伝えたのです。聖霊を受ける前は自分の命を惜しんで3年間付き従っていた死を知らないと3度も言ったペテロでした。しかし聖霊を受けたらこれだけ大胆になったのです。そしてその後もどんな迫害や脅しにも屈することなく命尽くして福音を伝えることができたのは、彼らの心に聖霊が置かれた、聖霊がおられたからなのです。また聖霊を受けた神の子供たちは敵である悪魔サタンに負けないし、むしろ退けて勝てる力と権威も聖霊によって表すことができます。このように強い後押しと力である聖霊様が私たちの心の中に臨むことができたのは、ローマ5の5後半節に、なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとあるように、父なる神様の愛から始まったことを聖徒の皆さんはいつも覚えていますように、独り子イエス様を犠牲にして、それに聖霊まで使わせてくださったのです。愛する聖徒の皆さん、神様が聖霊を使わされた第2の理由は、神の子供たちが御言葉の通りに生きられるように心を強くしてくださるためです。聖霊の主な使命は人の心を変えさせて感動を与え、悔い改めさせ、父なる神様を愛するようにするために助ける霊として働かれることです。皆さん、聖霊を受けたら心が変わりましたね。悪い心が良い心に、柔和な心に、愛と徳のある心に変えられているのではありませんか。先に神様の 大きな驚くべき愛のうちに聖霊が賜物として与えられたと言いました。罪によって死ぬしかない人の子らのために、一人子イエス様を徹底的に犠牲にされただけでなく、これに加えて助け主聖霊様を使わされたことも父なる神様の大きな愛だと言いました。どころか神の子供たちがこのように驚くべき神様の愛のうちに贖いの恩寵と聖霊を賜物として受けたのに、初めの愛の感動と恵みを忘れてしまう場合が実に多いのです。再びこの世を愛し、この世を求め、人を欺く情欲に勝てず、いろいろな罪を犯すのです。万軍の主神様、創造主の神様の愛をこれだけいただいたのに、その愛も小さい愛ではなくて、一人子まで渡して聖霊を賜物としてくださった大きい愛なのに、それだけの愛をいただいた人が未だに御言葉に従わないで、世を愛して目の欲、肉の欲、暮らし向けの自慢を追い求めているなら話になりますか。ありえないことでしょう。そうやって御霊が埋めかれるようにしていいでしょうか。皆さん、信仰生活をしていて心が悩み苦しむ時があれば、それは御霊が埋めかれるという証拠です。御霊は私たちのために取りなしておられますが、皆さんが罪を犯して死の道に向かっているから深い埋め木によって取りなしてくださるのです。神様は、この人が罪を犯さないように救われるようにしてください、許してくださいと取りなしてくださるのです。深い埋め木によって、その埋め木に背いてしまっていいでしょうか。すぐ悔い改めて立ち返らなければ、世に目を向けたことを徹底的に悔い改めて立ち返って天国に、新しいエルサレムに向かうべきで、世を愛する心から立ち返って父なる神様を第一に愛する心に変えなければならないのです。
神様の驚くべき愛と恵みをいただいたなら、それに背いてしまってはいけないのです。万物の霊長という人なのに、獣でもないのに、そんなことをしていいでしょうか。このように神の子供たちが御言葉の通りに生きられず罪を犯すとき、心に宿っておられる聖霊はその人のために言いようもない深いうめきをなさるのです。聖霊が深くうめかれると、神の子供たちは心が悩み苦しむようになります。そして、ああ私は御言葉の通り生きられなかったんだ、その恵みに背いてまた罪を犯してしまったんだと自分の過ちを悔やむようになります。このように自分の過ちを悟るとどうでしょうか。神様の前にあまりにも恥ずかしくて申し訳なく思うあまり、私はどうしてあんなことをしたんだろうと自分を責めて、再び悔い改めて立ち返る勇気も持てないまま霊的に落ち込んでしまう場合が多いです。ところが、こんな時も聖霊様はもう一度神様の恵みをいただけるように切に取りなしてくださるのです。ローマ8の26から27に、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、すなわち神様は御霊の思いを、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですとある通りです。このように聖霊様は一人も失わないために、くすぶる灯芯のような人でももう一度命を得るようにするために、いつも神様の前に取りなしてくださいます。むしろ霊的な危機に置かれた当事者よりも、もっと深いうめきともどかしい心で神様の許しと憐れみと慈しみを求められます。そして悔い改めの霊を注いで、心を砕いて罪を告白できるようにして、もう一度神の子供として神様から愛されるように助けてくださいます。聖霊様は神の子供たちをまたどんな方法で強くしてくださるでしょうか。神の子供たちがこの世を生きている間は、望もうが望まないが望むまいが多くの試練にあいますが、どんな試練の中でも神様の愛を確信するなら、そのすべての試練を乗り越えることができます。なら神の子供でなければ懲らしみを受けないのでしょうか。そうではありません。世の人たちは真理を知らないので、試練にあってもその原因がわからないのです。私たちは試練にあえば悔い改めて立ち返るのですが、彼らは悔い改められないまま罪を積んでいくから、いろんな試練患難災いにあったり病気にかかったりするのです。子供が死んだり自分が病気になっても霊的な原因がわからないし、災いにあってもなぜなのか悟れないのです。例えば交通事故にあったとしても、単純に運転不注意のためだと思うのです。しかし真理を知っている皆さんは、霊的な原因がわかるから悔い改めて立ち返ることができるし、だから試練が早く終わるのです。この時聖霊が心の中におられて、神様の愛を確信させてくださるので、辛くて大変でも倒れないでまた立ち上がれるようにしてくださるのです。例えるなら、子どもの正しい成長のためにお父さんが子どもに体罰を与えたなら、お母さんはお仕置きされた子どもの傷をさすりながら、お父さんがどうしてそうしたのかを説明してあげます。お父さんがあんたにお仕置きしたのは、あんたが嫌いだからじゃなくて、あんたを愛しているからなんだよ。もしずっとそんな過ちを繰り返すなら、あんたの将来の希望も叶えられないじゃない。そうなったら、その時はどんなに後悔するか。お父さんもそれを心配して、あんたが真っ当な人間になるためにそうしたんだよ。このようにお母さんが優しく説明して、お父さんのことを誤解しないように、わだかまりを抱かないようにしなければ。ところがあるお母さんは、子どもの味方になってお父さんを非難したりしますが、それもいけないでしょう。皆さんの中にはそういう家庭はないでしょうが、昔はありましたね。世の人たちはそういう人もいました。
神様を信じるお母さんなら、そういう方はいないでしょう。お父さんはあんたをこんなに愛してるんだよ。このように優しく子供を悟らせてくださり、試練に合わせられた理由と父の愛を繰り返し悟らせる役割をする方が、まさに聖霊様なのです。ところがこのように働きかけられても、これを聞かずに無視してしまうなら、だんだん御霊が消えるようになります。聖霊様はそれ以上語らないためでなく、結局は取り去られてしまうのです。このようにして御霊が消えてしまった人は、再び敵である悪魔サタンの奴隷となり、救われなくなってしまいます。その状態では再び聖霊を受けることは不可能に近いことです。だから御霊が消えていないうちに立ち返るように神様は忍耐深く待っておられるのです。それなのに御霊が消えてしまったなら、そうなるまでにどれほど罪の壁を多く積んだでしょうか。だから再び聖霊を受けられないのです。それで第一テサロニケ5の19には御霊を消してはなりませんとあり、第二テモテ1の14には、そしてあなた方に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいとあるのです。したがって皆さんはいつも聖霊の声と働きかけに完全に聞き従いますように。皆さん、決して御霊が埋めかれるようにしてはいけません。それは神様を悲しませることです。神様に喜ばれてこそ祝福を受けられるのに、神様を、主を、聖霊様を悲しませていいでしょうか。聖霊様は皆さんより皆さんを愛しておられる方です。皆さんより皆さんが御言葉の通りに生きることを望んでおられ、何としてでも恵みを与えようと強くしようとされるのです。このような聖霊様の愛に助けられて、速やかに心の真理と反対のものを捨て、さらに完全に光の中を歩みますように、主の皆によって祈ります。愛する生徒の皆さん、神様が聖霊を誓わされた第3の理由は、人の力では打ち砕けない肉の思いを神の力では十分打ち砕けるということを聖霊の力で見せてくださるためです。イエス様は交渉外の時、悪霊を追い出して、それは神の御霊によることだと説明してくださいました。そして人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されますと言われました。それはその時代のユダヤ人たちはイエス様を自分たちと同じ人だと思っていたからです。しかし聖霊に逆らうことを言う者は誰であっても、この世であろうと次に来る世であろうと許されませんと言われました。聖霊は神の御霊だからです。ましてや神様を冒涜するなら許されるでしょうか。皆さん、神様を信じない世の人だとしても、心の良い人は神様を冒涜する言葉は口にしません。例えば神様を信じない人でも雨が降るとどのように表現しますか。この雨は天の助けだとか、天からの恵みの雨だとか言うのではありませんか。自然を司る創造主の存在を認めるから、天にいる神様が雨を降らせてくださるのだと思うのです。世の人でも、このように雨についても感謝の気持ちを抱くのに、それを作ってくださった万軍の主創造主を冒涜するなら、その罪はどれほど大きいでしょうか。私も神様を信じる前、30何歳になるまで神様を冒涜するということは想像もできませんでした。雨も天の恵みだと思ってたし、私がこういうことまで例に挙げて説明するのは、皆さんが決して神様を冒涜する言葉を口にしてはいけないからです。神様を冒涜することはもちろんで、主の体なる教会を冒涜したり、神様が建てた主のしもべを冒涜することもあってはいけません。それは聖霊を冒涜することになるからです。
神の力ある技が現れることは、神の御霊、聖霊によるものです。イエス様が悪霊を追い出されたことも神の御霊によってでした。神の力ある技も、癒しの御技も、聖霊の働きなのです。なのに、神の力を行っている主のしもべを冒涜するなら、それは聖霊を冒涜することになるのです。聖霊を冒涜、汚し、逆らう罪に当たるから、許されないし、救いとも関わりがあるのです。だから、災いにあったり、治りにくい病気にかかったり、事業にトラブルが相次いで、結局は潰れたりするのです。どれほど愚かなことでしょうか。使徒の働きを読むと、アナニアとサッピラがペテロを欺く出来事があります。二人は自分たちの持ち物、例えば田んぼとかを売って神様に捧げるつもりでした。でも実際売ってお金が手に入ったら惜しくなって半分は隠しておいて半分をペテロの前に持ってきて、それが全部かのように嘘をついたのです。するとペテロは、あなた方は聖霊を欺いたと言いました。なぜペテロに嘘をついたのに聖霊を欺いたと言ったのでしょうか。ペテロは神の力を行う人です。聖霊が共に働いてくださって神の力の技が現れる主のしもべを欺いたから、聖霊を欺いたことと同じなのです。そしてペテロは、なぜ主の御霊を試したのかと厳しく責めました。これを聞くと、アナニアとサピラはたちまちペテロの足元に倒れて息が絶えてしまいました。それは彼らがすでに救われない信仰だったからです。では今日もみんなそうなるのでしょうか。そうではありません。これは一つの見せしめとして聖書に記されているのです。そんなことをすれば救われないと戒めてあるのです。もし主のしもべを欺いた人は皆その場で息が絶えてしまうなら、この地上に生き残る人はあまりいないでしょう。聖霊を欺く罪は救われないと教えるために記してあるのです。ですから口の言葉に気をつけなければ。言うべきことがあって言ってはいけないことがあるのです。決して神様を冒涜したり、主が頭となる教会、主の尊い血で買い取ってくださった教会を冒涜したり、神の力を行う主のしもべを冒涜することがあってはいけません。神の力を行えない主のしもべでも冒涜することがあってはいけないでしょう。しかも神の力を行う主のしもべを冒涜するなら、それは聖霊を冒涜、汚し、逆らうことになるので罪が大きいのです。だから神様に守られないのです。使徒 1-8 でよみがえられた主イエス様は、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および死の果てにまで私の証人となりますと言われました。聖霊が臨まれると力を受けるのです。そして皆さんの信仰と行いによって力はさらに大きくなるのです。これは聖霊の力を受けた時に初めて誠の主の証人になれるという意味でもあります。どうしてでしょうか。この闇の世の権威を握っている敵である悪魔サタンは、肉の人々をそそのかし、多くの試練と知識を作りました。そして神様を信じられないようにしたり、それどころか神様に逆らわせたりもします。代表的な例として進化論が挙げられます。このような間違った知識と試練があふれている世代で、ただ言葉だけで福音を伝えるなら、素直に福音を受け入れる人は少ないのです。あまりにも固い肉の思いの枠が人々の心を包んでいるので、福音の入る隙間が簡単にできないのです。それで主の証人として誠の信仰を植え付けるためには、まず人々の肉の思いを打ち砕く作業が必要なのです。人の思いでは到底ありえないことと、人の方法と力では不可能なことを聖霊の力で見せて体験させるなら、肉の思いは打ち砕かれ、目に見えない神様を信じるようになります。また聖書は真実であると悟ります。このようなことを可能にするのが、まさに聖霊の力なのです。
使徒パウロはローマ15の18から19で、私はキリストが異邦人を従順に流せるためにこの私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません、また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいましたと告白しました。御霊の力によってそれを成し遂げてくださったのです。自分ではなくて御霊の力によって。だから神の力を行う人を裁いて罪に定めれば、聖霊を冒涜けがし逆らうことになるのです。また第2コリント10の4から5には、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞王も破るほどに力のあるものです。私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させとあります。このように聖霊の力は強いです。しかしこのような力は誰でも表せるのではありません。聖霊の力を通して現れる不思議と印などは、この肉の世、すなわち第一の天の攻撃を飛び越え、また敵である悪魔サタンが権威を握っている第二の天の攻撃も飛び越えることだからです。さて霊の世界では高次元の攻撃が低次元の攻撃を支配して治めることができます。したがって第三の天以上の攻撃、第三の天とは天国のことです。そしてその上に第四の天があります。そこは神様が初めに一人でおられたところです。それにかなう人、すなわち御霊の歩みに入って全く聖なるものとされた人に聖霊の力が現れるようになります。そのため聖霊は神の子供たちが速やかにこういう次元に入るように絶えず悟らせて、心をしきりに叩いてくださいます。信仰がある程度岩の上に立ったからといってもうよしとされるのではなく、そんな子供たちであるほどさらに心の中の細やかな悪も捨てられるように、また発見させ悟らせてくださるのです。それでふさわしい器として備えられた子供たちを通して、敵である悪魔サタンを抑える霊的な権威を伴って不可能を可能にする神の力が現れるようにしてくださるのです。皆さんが聖霊に従う時にです。聖霊は皆さんのうちにおられますが、皆さんが聖霊に従って聖霊に満たされて聖霊に喜ばれるなら、父なる神様に喜ばれることになるし、聖霊は3次元以上4次元におられる方なので、第二の天にいる敵である悪魔サタンを従わせることができるのです。ですから抑えたり退けたり悪霊を追い出したりすることができるのです。そして病原菌を焼き尽くして癒すこともできるのです。このような聖霊の力で現れる不思議と印は、人々が目に見えない神様をさらに信じられる確かな証拠となります。それでヨハネ4の48に、そこでイエスは彼に言われた、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないとあるのです。イエス様はあなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないとはっきり言われました。今日も印と不思議を見なければ信じないのではありませんか。見なくても信じると言いますか。それは知識的に知っていて頭で理解して信じるという肉の信仰なのです。霊の信仰ではないのです。私たちが救われるためには霊の信仰が必要です。心に信じられるなら、どうして罪を犯したり悪を行うでしょうか。聖書に裁いて罪を定めてはならないとあればそうしないで、憎んではならないとあれば憎まないし、勘違いしてはならないとあれば勘違いしないのです。印と不思議を見ない限り決して信じない。でも印と不思議をたくさん見たにもかかわらず信じないで罪を犯したり肉の行いをする人たちもいるじゃないですか。口では信じると言っても、その証拠がどこにあるかということです。聖書にはそれは偽りだと書いてあります。
真理に従って行っていなければ、信じるという言葉は偽りなのです。本当に信じるなら、地獄に行くようなことはできないのです。ルカ 18-8 には、しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうかとあります。人の子が来た時、終わりの時ではありません。終わりの時とは、主が来られてから今までの2000年のことですが、ここには、人の子が来た時とあります。つまり、主の再臨が近い今の時代のことです。今はすでに世に罪が増大しているし、人々は知識を増そうと探り回っていて、科学が発達していて、進化を信じているから、聖書を信じようとしないのです。だから人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうかと言われたのです。本当に心に信じる人は見つけにくいのです。今 GCN を通してこのメッセージを聞いている全世界のすべての皆さん、主の使命の皆さん、本当に心に信じるなら悪を行わないのです。人を裁いて罪に定めたり、陰口を叩いたりしないのです。したがって、他のどの時代より罪が増大して、まことの信仰が持ちにくいこの終わりの時には、さらに大きな驚くべき聖霊の力が必要です。ところで、愛の父なる神様は、人間工作の締めくくりの時点で多くの身を刈り取るために、普通の聖霊の力ある技ではなく、創造の最上の力の完成された技を成し遂げる備えをすでにしておこられました。それは誰も否定できない確かな印と不思議を見せることによって、終わりの時に生きている多くの人々が、神様の生きておられることと、イエス様が救い主であることを信じて救われるようにするためです。神様はこのようなことを、聖霊の火のような御業を通して、この終わりの時で成し遂げておられるのです。結論です。愛する聖徒の皆さん、今日はペンテコステを迎え、父なる神様がイエスキリストを受け入れた神の子供たちに、聖霊を賜物として使わされた理由を伝えました。第1は、神様がその子供たちを、私たちを愛しておられるからです。第2は、神の子供たちが御言葉の通りに生きられるように強くしてくださるためだと言いました。だから深いうめきによって取りなしてくださり、私たちに罪と裁きについて悟らせて、地獄があることを教えてくださるのに、これを無視して、世を愛して、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢を追い求めているなら、どれほど神様の御怒りを買うことでしょうか。それは神様に逆らって聖霊に逆らうことなのです。万民の聖徒の皆さん、インターネットでこの礼拝に参加している世界のすべての皆さん、決してこういうことがあってはいけないでしょう。第3の理由は、人の力で打ち砕けない肉の思いを、神の力では十分打ち砕けることを、聖霊の力で見せてくださるためだと言いました。それで目に見えない神様を信じることができて、助ける霊として働かれる聖霊によって、御霊の歩みに入って全く背乗るものとされることができます。父なる神様が私たちに聖霊を賜物としてくださった究極的な理由は、私たちが神様の望んでおられる誠の子供として出てくるようにするためなのです。神様の誠の子供なら、心も力も父に似るようになります。したがって皆さんは、心に宿っておられる聖霊に助けられて強くされ、速やかに清められて、終わりの時聖霊の道具として尊く用いられて、父なる神様に大いに栄光を捧げますよう、主の御名によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。愛の父なる神様、今日はペンテコステです。それでなぜ神様が聖霊を使わせてくださったのかについて聞きました。それは神様の愛のゆえです。そして御言葉通りに生きられるように強くしてくださるためでした。そして人の力では打ち砕けない肉の思いを、聖霊の力によっては打ち砕けるということを見せるためでした。私たちは今日、聖霊によって現れる神の力の技を信じて、私たちも神様に聖霊の道具として用いられるようにしてくださり、神様の愛を全世界に伝えるようにしてくださり、勝利するようにしてください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
映像で用意された道海上先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と姿勢で、全世界の神の子どもたちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの御名によって命じる、敵である悪魔・サタン、すべての病気・病原菌患いよ、下がれ、光を望め、不治の病・難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪・咳・熱・疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物的劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの御名によって命じる、敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ、その使いたちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ、すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。